性欲の強い女性の特徴を教えます。性欲が強いとは一言で言ってもですね、うん、その方によっていろんな違いはあるとは思うんですけれども、マキ、ね、さんはちなみに性欲はどうですか？強いですか？私もその、はい、なんか月によってバラバラというか、うん、いつでも強いわけではないです。常にいるわけではないです。常にムラムラしてたらちょっとあれですね、はいはい、困っちゃいますね。強い時期と弱い時期って何かあります？そのなんか法則的なもの、生理の前後で関係してるのかなと思います。生理が終わってからだとよりなんかすっきりして体を気にしなくなって思いっきりできるみたいな感覚からムラムラする時もありますし、はい、そうです。医学的にはそれかなっていうか、生理後終わって、まあ、1週間ぐらいこうエストロゲンが上がってきますから、で、まあ、排卵を迎えるので、うん、女性の本能的にやっぱ排卵を迎える時に性欲が強いっていうのは、まあ、理にかなっていうのを思います。医学的には性欲が強いんじゃないかとは言えるんですけどね。ただそれはね、見た目じゃ分かんないですからね。見た目は分からないですね。そうそうそう。私の場合は新幹線に乗るとムラムラするです。仕事で地方に行くので自由が利かないというか、そういう抑えられた感情からムラムラしてしまう。密室空間にムラムラするんですか？いえ、密室じゃないですね。リラックスして座っているんですけれども、仕事で行くので自由ではないじゃないですか、うん、気持ちも体も、はい、それでムラムラするっていう現象が飛行機はよく乗るんですけど、うん、新幹線は乗らないから。飛行機ではムラムラしませんか？ならないですね。全然しないですね。なんでですかね。ちなみに飛行機はどうなんですか？飛行機はなんか映画見たりできるので、うん、しかも長時間だったりすると、はい、そういう気持ちにはならないんですけども新幹線って、まあ、1時間半で名古屋、2時間半で新大阪まで行くね。その時間の中ももうどうにもできないし、着いてからも一切自由時間ないので、うん、スケジュール的に遊べない、はい、っていうか、そういうところのなんか、はいはい、感覚が体につながってるのかな。余計解放したくなっちゃうみたいな、そんな感じかもしれないですね。生理周期っていう部分に関しては、まあ、インターネット上で見るといろいろ出てるわけですね、うん、生理の全国で一番こうアンケート結果として一番ムラムラする時期っていうのが生理の1週間前 33%、 2週間前が 22%、 1日前から3日前ぐらいが 16%、うん、ということで、大体 1、2 週間前ぐらい、うん、そうですね、っていうことで考えると、うん、やっぱ排卵、はい、前後というところですかね、うん、出会うタイミングがそういうタイミングだったとしたら、運よくそこに持っていきやすくなる可能性はあるかもしれない、その時こうムラムラしてて燃え上がったとして、次回会った時に意外と冷めてたりとかしたら嫌ですね。私の周りでですと、ちょっと地味でおとなしい方が性欲が強くて AV 女になったよっていう方がいましたね。彼氏さんも追いつかない、自分でもどうにもならないから外で遊んできてもいいし、バレないようにさえ本当にしてくれればって言われたっていう人はいました。結局 AV 女になったんです。ただやめてしまいました。仕事でやるのがまた違うらしく、やっぱりプライベートでやりたいと思った人とやるっていうのが一番良かったみたいで、他にもそういう方がいて、男性のカメラマンさんが女性から一緒に住んでるんだけれども誓約書を書かされたと、週に3回抱いてほしいと、だけどやっぱりついていけなくて、一緒に住んじゃうとなおのこと家族感が出てしまってドキドキ感が少なくなるから、そんなに抱けないとで女性は本当に困ってしまい、役所やばい。3回結構厳しいですね。なのでそういうところから見ても、どちらかといえば派手な人よりもちょっとおとなしくって、意外とそんな風に見えない人の方が強かったりするっていう傾向はありました。その見た目的な部分に関しては噂レベルですけれども、はい、背が低い女性は性欲が強い、あと薬指が人差し指よりも長い人は性欲が強いとか。男性ホルモンが高いんですよね、はい、薬指が長いと、ね、はい、同じぐらいです。でも同じぐらいですね。先生異様に長いですか？そう、僕はあの性欲強かったですよ、その若い時は。あの、まあ、全然違います、ね、若い時は本当自分でもどうにもならんぐらい思った時期もありました。年齢的に言っても、はい、まあ、20代よりも30代や40代の方が強くなるんじゃないかって聞かれたことあります。これは見た目ではなく年齢的なものですね。女性は、ね、はい、ありますよね、うん、女性はまあ年齢に応じてちょっと男性ホルモンがちょっと強くなっていくので、年齢とともにホルモンバランスが変わっていくっていうことなんですかね、うん、男性は年齢とともに落ちるけど女性は上がっていくから、うん、そこがこうあのちょっと合わなくなってくるみたいな
以前お話したんですが、50代の方で生理がもう終わってしまっているんだけれども AV 女優にデビューしたら若い男優さんとセックスをしたら生理がまた来ちゃったよっていう人がいたり、あとは喘ぎ声が若い子とは違う遠吠えのようなあの動物のような感覚、わかります、わかります、になったり、なんか可愛らしい声が出せないですね、本能のままにみたいな感じで、だからその声の感じでももしかしたら性欲が強いかどうかって分かるかもしれないです。本能的なその喘ぎ声だったら性欲が強い、はい、ということ、はい、うん、なので意外と性欲が強い人ってちょっと喘ぐかせたら分かる場合もあるかもしれないです。それ難しいですね。周期的な部分とか、はい、まあ、年齢的な部分とかですね、まあ、あとはその性格的な部分なのかどうなのかっていうのも分からないんですけれども、皆さんに共通していることとしては時期によっての差は必ずあるっていうことですかね、うん、はい、うん、そう考えると男性ってどうなんですかね、波的な部分はやっぱ女性が好きな人の中で波とかないですよね、男性は。そうですね、すごいストレスが溜まってる時こそやりたいっていうのはありますよね、へー、うん、なんかいいな。でもなんかちょっと微熱の時とか出しちゃった方が意外と熱も下がってスッキリするっていうのは監督とそういう撮影1対1の撮影の時にありましたよ。夜監督がちょっと微熱を出してしまい、じゃあもう出しましょうと、その方がスッキリしますよ、うん、手伝いますって言って手を貸して、すごい、撮影が途中なので困るのでそしたら熱下がりましたね。悪いもの出す、スッキリさせるみたいなのも考えると溜めてていいものではないですね、うん、男性は出したら熱下がる可能性はありますよね、もちろんね。あ、そうですか、うん、でストレスも流れていきますか、うん、いいと思います。定期的に出すと、の時は射精できない、それはできないと思います。今回は性欲が強い女性の特徴ということで、まあ、お話ししていたんですけれども、見た目的な特徴というのはなかなか難しいかもしれないんですが、いいタイミングで出会えればラッキーっていうかもしれないですね、はい、あと新幹線意外と脳が死ぬ女性もいるということですね。見てみていただければと思います。参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、そしていいねボタンもぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。クリニックにご来院いただければ僕が全部担当します。お気軽にお問い合わせください。チャンネル登録、いいねボタンもぜひお願いします。